それを置くとスッと入るんですよ、はい、ということでこれは僕のピークマネジメントですね。で皆さんも何かご自分のピークマネジメントを見つけられる、もしくはもうすでにやってるのもあるんですよね、知らず知らずのうちに、という話でした。はい、よろしいですかね。では次です。まあ丸5の練習用のものとはどうでもいいです。はい、では検定簿記とビジネス簿記って話しましょう。はい、皆さんのレジュメの方はですね、これと同じ図が書いてあると思います。こちらとね、同じ図が書いてあると思います。今から僕はこちらの方に書き加えていきます。したがって皆さんもご自分のレジュメのこちらの方に書き加える形で聞いてください、ね、もし聞き逃しちゃったらテキストで同じこと書いてますから、ね、もし聞き逃しちゃったらテキストの中でね、同じこと書いてますから、